はい、皆さんこんばんは。本日はですね、2020年の7月の31日、あと14分で明日8月の1日になります。お、ちょうどね、向こうにあれエアバスの320なんですかね。多分そうでしょう。私あんまりね、まあ、今よく見は分かるんですけど、ボーイング737とね、それからあのエアバスの A320 なんか全部一緒に見えちまってよくないですが、まあそうでしょうね。あれが明日からの便になるのかな。機体の番号とか見ればまあ面白いんですが、あの今回はですね、中部国際空港に仕事で来ております。まあ、一応皆さんに改めてお知らせをさせていただければと思うんですが、あの私基本的に仕事以外ではあの都道府県、まあ、東京都の外へ出るということはしておりませんが、まあ、一方で、今ちょっと今後見直すことがあり得るかなっていう状況だとは自分でも思ってるんですけど、まあ、ともかく、今のところはですね、仕事としてあの引き受けしたものは、都道府県の外であっても、まあ、あの超えるということがあっても、まあ、躊躇なく、利用させていただく伺うということを、やっております。で、今回はですね、エアアジアジャパンさん、格安航空会社でして、まあ、私も実は一回も乗ったことがありません。エアアジアジャパンさんからですね、取材の依頼が来まして、で、取材の直接的な報酬は払えないんだけれども、まあ、あのそれはあの公平なあの取材をしてもらいたいからですということでした。まあ、だから、あ、公平なこと言っていいんだと思ってね、あ、じゃあ分かりました、あのやらせていただきましょうということでお引き受けしました。 もちろんあのエアアジアさんに対してあの敬意を持ってですね、いい動画作らせてもらうという考えはあのもちろん持ってるし、多分いい動画ができるだろうと思うんですが、まあ、あのありがたいことですね、そう言ってもらえるのはね。まあ、今まででもですね、まあ、いろんな動画出してますけど、まあ、私が公平なレビューしてるかって言ったら、まあ、実際そんなことはなくてね、まあ、例えばの話ですよ。例えば、JAL に乗ったら、JAL に乗ったらなんかあまり良くなかったらする。なんでこんなもうクソ JAL。一回全日空に乗ったらもう二度と JAL なんか乗られませんよ。もうやめだやめ、JAL のマイレージカード真っ二つに乗って、ポイッと。そんなことやったらね、もう JAL からメールが来てね、出入り禁止になるんじゃないかと、まあ、なんないかもしれませんけど、そんなこと、いちいちケチくさいこと言ってこないかもしれないけど、まあ、ともかくですね、そんなこと別にかけらも思ってないから言う必要もないし、全く本当に思いませんが、まあ、それにね、なんかこう近いようなことをやると、会社の迷惑になるんじゃないかと思って、まあ、すごい神経使いながらコメントしてるつもりではあるんですよ。で、まあ、今回は、公平な取材をしてほしいという向こうから言ってもらってるんで、もちろん私も、ちゃんとしたですね、格式を維持した上で公平なレビューさせてもらえればなと思います。だからこれ企業案件ですけど、むしろいつもよりもフラットな気分でやらせていただこうと思います。エアアジアジャパンさん、この度はですね、大変な状況にあるとは思いますが、まずはこのような、状況においても新規路線就航、これは、単純におめでたいことだと思います。ちなみにエアアジアジャパンさんは名古屋を拠点としているところでございまして、国内線なんですが、基本的にですね、まあ、羽田空港とか関西空港とかからは現在飛行機の便が飛ぶということはやっておりません。では続きはこの動画の先で、よろしくお願いします。この向こうの方、画面の左奥のところに真っ白く文字が光っていて、ターミナル2と書いてあります。これからですね、あそこへ向かってエアアジアジャパン の飛行機に乗ることになると。中部空港は去年、私がちょうどね、中部空港に行こうとした飛行機が欠航になったそのぐらいの時に、ターミナルが増設されまして、こっちが第一ターミナルなんですけども、第一ターミナルはまあ普通というか、フルサービスの、航空会社が利用しまして、奥の第二ターミナルが、LCC ターミナルということになっております。まあ、空港がね、小さくなるよりは大きくなった方がいいでしょうから、第一ターミナル第二ターミナルとあるのはまあ嬉しいニュースっちゃそうだとは思うんですけど、ただね、まあ、ここおなじみの中部空港駅ね、名鉄の電車でここへ来て、で左側の第一ターミナルに入っていくという場所なんですが、第二ターミナルはまあ端的にちょっと遠いんですよね。まあ、別に多少遠くてもね、一応出発まではまだ1時間半もありますって、こんだけ早く来てれば問題はありません。まあ、今回はセレモニーがあるということなんで、それに合わせて早めに来てるんですけども、6時半の出発ですから、まあ早めに来るっていう人が多いのかなと思いますが、でも5時半に来とけば十分じゃないですか。もっともね、さっきも画面に映ってたと思いますけども、まだ朝のこの時間では名古屋方面からの始発電車が到着することができていません。で、バスとかね、早朝便とかもあるのかな。まあ、もしかしたらなんかやるのかもしれないですけど、今のコロナウイルスの状況ですからね、少なくともまあ現状では早朝便のバスとかも運行してなくてですね、公共交通機関でここへ来ようと思ったらば、もう前の日の夜にここへ到着してホテルに今回のように泊まるということをするしかないようです。まあ、そう考えるとね、いくらこの福岡5400円と書いてあって、安いとは言ってもですね、こっち側のこう左側のまたカプセルホテル、まあ、最低限このレベルは使わなきゃいけないことになるようでして、ステイだと、泊まるのに9時間3800円からと書いておりますが、
まあ、ところがね、ちょうど左側にもこういうふうにずらっと並んで止まってるわけですけど、まあ、ずらっと並ぶというほどではないが、まあ、いますよね。中部地方は自動車の利用も盛んですしね、早朝に起きて、まあ、車を運転してブーンとここへ来て、車止めてどっか行くということであれば、朝の早い時間に飛行機に乗って行けるわけですから、まあ、むしろ効率のいいダイヤなのかもしれません。意外とやっぱり時間かかりましたけどね、着きました。成田空港の第3ターミナルと雰囲気そっくりですね。で、あったった、あれだ、なんかね、一切画面に触れることなくチェックインの手続きできるらしいですけど、なんか派手なこの色の機械だな、これ操作すりゃいいんだ多分。なんか携帯電話でね、チェックインをまずすると、まあ、ウェブチェックインみたいなやつをするのかな。それでさっきの、ね、ウェブチェックインというのをやっていれば、これですぐそのままチェックインして画面に触れることもなくいけるらしいんですけれども、まあ、ちょっとね、私今回非常口座席というちょっと広いのを頼んでいたんですが、その広い座席で利用していく場合だと、非常口で万が一のことがあったらばお客さんの手伝いをしなきゃいけないというのがあるんで、まあ、それの確認のためにね、機械ではできないそうです。さっきの向こうの、受付のところに並ぶ必要があると。で、行列をしておりましたんで、まあ、普通よりね、時間はかかりました。なんか出発の20分前においでくださいということが書いてあったから、結構チェックインはギリギリでもいいんですね。保安検査とかもね、全部終わって、あとはもうずっと歩いてるんですけど、結構遠いな。まあしょうがないですけどね、 LCC の宿命みたいなもんじゃないですか。こういう遠いところとかね、多少便利の悪いところでも安いと、逆にこれで便利まで良かったらね、なんで安いのかって、どこで行って安くするのかってことになっちゃいますから。つっても遠いんでね、いい運動になるよなと思ったら、やっぱ空港側も認識してるわ。搭乗口の脇で記念のテープカットをやっていました。真ん中におられる方がエアジアジャパンの社長さん。今から新規就航のテープカットをします。エアジア名古屋福岡線新規就航です。どうぞ。この会社は大変温かみがあるなと私は見ていて感じましたけども、このテープカットの後、すべての式典が終わりまして、じゃあせっかくだからそこにいるみんなでいろいろ記念写真を撮りましょう。みんなにサービスしてくれました。自発的なものだと思います。真ん中におられる方がおそらく今回乗る DJ31 便の機長さん。みんなで敬礼をされてたんですが、やっぱ真ん中の機長さんはいつも敬礼してるんでしょうね。このね、一応私知ってる限り手のひらを見せないのが正式な敬礼だというんですけど、自然にそんな敬礼をされていたみたいです。その後は式典に出られた方と、それから現場の方とみんなずらっと一列に並んで、壮観な眺めでした。そして今回利用する航空機はあれです、エアバス A320 型だそうです。多分今のエアジアは全部これだったと思いますけどね、 Now everyone can fly と書いてある、これがこの会社のキャッチコピーです。どうも、気をつけていて、はい、ありがとうございます。はい、あ、社長さんからも声をかけていただきました。はい、お気をつけて行ってきてください。お世話になります。ありがたいことです。今搭乗の時間になりました。私は自分が乗り込む順序になったらば、とりあえずそのグループの中では1番に乗り込むことにしました。こんな階段があって、くるりと回り、駐機場と同じ高さのところまで行きます。そして直接駐機場というんですかね、空港のその床、地面のところを歩いていくことになります。 LCC ではこういう風な乗り方が結構一般的ではないかと思います。福岡ではボーディングブリッジを使った搭乗になりました。でもこれ結構ね、いいと思うんですよね。飛行機をこういう、特に本日はよく晴れた日ですから、すぐ下のところから眺められる、はい、LCC に乗らないとなかなか体験できないようなことでもあります。まあ、あとはバスを利用して滑走路とか駐機場の脇を歩くってこともありますけど、あれも結構楽しいですよね。さて、それではいよいよ搭乗。乗り込むとキャビンアテンダントさんが迎えてくれます。皆さん赤い制服です。はい、ありがとうございます。一番手前のところ、ここはホットシートといいまして、特に最前部のところは足元が広くなっています。追加の料金が1000円ほどかかったかと思います。その後ろもホットシートですが、一番前ほどは足元が広くないようです。降りるときには真っ先に降りることができると、まあ、それがまた売りの一つとなっています。そしてもう少し後ろの方に行くと通常の座席、まあ、ここはもう少し足元が狭いのかなというような気はしますが、私は今回足元が広めの、やはり中盤の方にあるホットシートと呼ばれる席を利用することになりました。まあ、私がこれ指定させてもらったんですけども、ここは非常口座席といいまして、やはり最前部と同じように足元がかなり広々しています。LCC はまあ足元が結構低い、狭いと、JAL とかの普通席と比べて多分5センチぐらい狭いんじゃないのかなと思うんですけど、これはね、非常口席だったらば非常口を確保しなきゃいけない関係で、足元がやっぱり広々、これでいいですよね。万が一の時にはこの非常口の扉を開けるとか、安全確認の手伝いをするとか、そういった仕事が求められるということになっています。だから国際線では乗りませんけども、国内線だったらば積極的に非常口席使うことにしてますね。
すぐ外のところから翼がこのようになっている、それを見ることもできます。キャビンアテンダントの方が来て、外が危険な状態であるということが分かった時には非常口は絶対に開けないでください、そんな結構具体的なアナウンスもありました。この便の機長は千葉、操縦者は南に、客室の責任者は大原でございます。この便には4名の客室乗務員が乗務しております。ご用の際にはお気軽に声をおかけください。 Good morning ladies and gentlemen, welcome on board the Asia Mira of the Barclays Low-Cost Airline by Skytrax for 11 year running. This is an Asia flight TJ21 to Fukuoka Airport.非常用設備をご案内いたします。お近くの客室乗務員をご覧ください。飛行機を頻繁にご利用のお客様も安全のため必ずご覧ください。必要な状態になると座席の上から酸素マスクが、飛行機を頻繁にご利用になる方も安全のため必ずご覧ください。これいいですね。いつものっていうか、なんかもう見なくてもいいんじゃないかなとか思っちゃうんですけど、ちゃんと見ることにしました。まあ、いつもちゃんと見てますけど、認識的に。英語では、機材によって違うことがあるから、だからちゃんと見といてくださいって、そういうようなことを言っていたように思います。大手の航空会社になると、モニターとかを使って、それでお客さんに案内するっていう場合もありますけれど、LCC の場合は大体、こういった喫煙用のものを使って、直接見せるということになります。まあ、どっちかっていったら、こっちの方がね、イメージはしやすいんじゃないかなというような気はしてきます。LCC 各社は結構安全についてはお客さんにしっかり見てもらおうというのをよく考えていると思います。まあ、しかしこの日はですね、もう一個見なければならないものがありまして、これです。出発していく飛行機の左側、エアアジアを選びいただきありがとうございます、ハートマーク。出発していくお客さんにお手振りでのお見送り。それではここで簡単にエアアジアジャパンについてお知らせします。日本に持っている路線は3つです。この中部国際空港を拠点とする唯一の会社がエアアジアジャパン。中部から本日新しく運航されることになった福岡便と、他に札幌便、仙台便があります。もともとエアアジアジャパンというのは、私が中学生ぐらいの時だったと思いますが、日本で飛び始めた会社でした。その時は全日空と、それからマレーシアを拠点とするエアアジア、その2つの合弁合同出資によって日本でエアアジアジャパンというのを運航することになったんですが、まあ、様々な事情から結局その合弁は解消となって、全日空の出資した会社ということで、そのエアアジアジャパンはバニラエアに変わり、また昨年の秋にバニラエアはピーチアビエーションに合同すると、統合されるということになりました。それとは別にエアアジアからの単独の出資で、まあ、要するに外資系として設立された会社がこのエアアジアジャパンということになっています。現在では中部空港を拠点とする運航だけで、まあ、私が普段乗る機会はあまりありませんが、ただこれからきっと全国に様々路線を増やすということはいろいろ考えてくれているだろうと思っています。先ほども案内がありました通り、11年連続で世界最高の LCC とされたそうです。さて、離陸をして最初に左側に見えてきますこの景色は四日市。この名古屋福岡便は本当に景色が良かったですね。今から皆さんにはしばらく景色のご案内を続けさせていただきます。四日市の石油化学コンビナートは日本で一番の規模だそうです。その奥には三重県は県庁所在地の津よりもこの四日市の方が人口が多いそうでして、その立派なビル群が見えてきます。飛行機は今伊勢湾の付け根へ向かって飛んでいますが、この辺りで大きく進行方向を左側に変え旋回しまして、左側の後方にさっきまでいた中部国際空港が見られるようになりました。その彼方には知多半島や渥美半島、三河湾なども見え、さらに本当に天気がいい日、前に私が乗った時にはね、富士山も見ることができました。多分朝の方が天気が澄んでいるでしょうから、エアアジアの早朝便の福岡行きに乗ると、左側では結構富士山を見られる確率は高いんじゃないかと思いますね。これからはまず奈良県方面へ飛んでいきます。奈良の上空を飛ぶのかよくわかりませんが、山の上を越えて、そして見えました。前方右側に少し山が連なっているところがあって、あれが生駒山地、その手前側が奈良盆地、奥にはもう大阪の平野部が見えています。飛行機はこれから大阪の上空を飛びます。多分ここは京都府内なのかなと思いますけどね。淀川が流れているのが見えて、向こうは大阪の梅田です。そのビル群もここから立派に見えています。楽しい空中散歩でしたね。安治川口とか木津川、そういったのもここから見えます。しばらく進んで、ここは神戸市の上空です。翼がなければ真下の神戸の街並みも見えたでしょうね。ともかく今真下に見えておりますのは明石海峡大橋。世界で一番長い吊り橋。奥には淡路島が連なります。さらに進んで今度は美山瀬戸大橋です。
ずらっといろんな吊り橋だの、社長橋だの、高架橋などを組み合わせて長い一つの橋を作っているという様子がはっきりとわかります。瀬戸内海にたくさん浮かぶ島々を結ぶ島巡りの橋です。飛び越して後ろ側を見るというのもね、飛行機ではぜひやりたいことです。素晴らしい瀬戸内海の周遊クルーズになりました。クルーズという呼び方がいいのかわかりませんが、これどこかなと思ったんですけど、新幹線が急カーブをしているから多分徳山でしょうね。徳山の200キロのカーブじゃないかな。もうこの頃まで来ますと、機内の清掃じゃ今から始めさせていただきます。ゴミがあったらどうぞ。 LCC はね、到着の折り返しの時間をなるべく省くために機内清掃をもう飛んでる途中にやったりするそうなんですけど、ゴミ回収までしてきてくれます。要するにもうそろそろ着陸です。こちらは山口県の上空ですが、向こうには大分県国東半島が見えています。すぐ向かい側が九州です。関門海峡の上空を飛び、これからは山口県に入ります。関門海峡の展望台とかそういうのも見えますね。船が多数往来しているのがいつもの光景ですが、今日は随分船が少ないようです。やっぱり外国からのあれが止まってるんですかね。反対側には北九州市、小倉や門司などの光景が見えています。小倉のビル群、工場群、なかなか立派なところです。北九州市の上空はね、もう雲とそれから工場の上げている煙が勘違いするぐらい大変立派な景色が連なるのですが、今日はやっぱり暑いからあまり煙はたくさんは見えませんでしたね。こちら道海湾、若松と戸端の間を結ぶ若戸橋です。赤い立派な吊り橋、そこからずっと八幡の方までたくさんの工業製品を運ぶ船が通る道海湾が連なります。この辺りの景色は日本の工業を支えてきた北九州市もそういう工場がいっぱいあるところですので、夜飛んでも結構明るい景色なんじゃないですかね。そこから周防灘の方など見ますと、これ大分県の由布だけじゃないかなと思うんですが、違うでしょうかね。あんまり他にこれ以上高い山がなかったからね、多分そうなんじゃないかと思います。九州は海だけではなく山も美しいところです。空から景色を見るっていうのは本当に楽しいですね。こちらは大分県で最高峰の九十連山。阿蘇山もどっか見えるんじゃないのかなと思いましたが、私にはちょっと分かりませんでした。ともかく幾重にも山が連なるこの素晴らしい景色、 LCC は運賃は安いけれど、でも見える景色の素晴らしさはファーストクラスと変わらないですからね。国内線だったらばもう LCC で空の景色を楽しめる、そういう点だけ考えていれば十分なんじゃないかと思います。座席が快適だとか快適じゃないとかね、そういうことはあまりもう気にするという間もなく、景色がいいなとずっと見ているだけで、もういよいよ飛行機は福岡市のすぐ近く、今から雲の下へ降りるそうです。向こうにちらりと一瞬だけ博多湾の景色が見えました。これはいわゆる有名な都市高、福岡市内のあちこちにこんな自動車道が伸びていて、速やかに移動することができる便利な高速道路です。このまま勢いよく福岡空港まで降りていきます。下の建物とぶつかるんじゃないか、そんなことも心配になります。あちら、名島橋、空から見える文化財です。下のところには広大な空き地なんかがあったりして、もともとここには JR の貸し操車場というのがあったんですが、それが現在では廃止されて再開発の途中のようです。広大な空き地がありましたね。さらにどんどん建物が近くなってきます。福岡空港は JR の博多駅からもすぐ近くのところにあります。日本でも一番便利な空港なんじゃないですかね。他には那覇空港も便利ですが、まあ、ともかくね、いやーこれは素晴らしい、日本で一番いいんじゃないか、うちの近所にもぜひ1個福岡空港を作ってもらいたいと思うんですけど、なかなかそうはいかないでしょう。音がうるさいですからね。実際土地代も結構高いそうです。あっという間に福岡に着きました。着陸もね、すごい静か丁寧で良かったですよ。ガチャン、うおーみたいなことあんまりなかったですからね。名古屋から福岡まではたったの1時間少々、これあれば国内線も LCC で十分なんじゃないかな、そんな気もします。まあただ個人的にはやっぱりね、朝ちょっと早すぎるのがネックかなと思う。まあこれはあのもう LCC、 要するにエアアジアさん側でも分かってると思うんですけど、もうちょいこれが使いやすいダイヤに変わったらなおのこといいなと思うんですが、もしかしたら今後それが変わるということもあるかもしれないし、コロナウイルスに対応する、様々なところが整ってきたら早朝にバスが出たりとか、そういうこともあるかもしれません。福岡空港に飛行機は到着しました。福岡空港は LCC ターミナルとか特にそういう風にはなっていないので、到着した後はちょっと外れの方に着くのかもしれませんが、まあ、ともかく空港の中は歩いていって割と速やかに出ることができます。飛行機が到着した時、ベルト着用のサインが消えたらばすぐにお客さんが荷物を取って、その後は通路のところでぎっちり並ぶということがあったんですが、まあ、しかし最近はですね、コロナウイルスの関係でソーシャルディスタンス守らなければいけません。
キャビンアテンダントさんからしっかりと案内があり、お気を付けいただきますよ、なるべく間隔を空けて降りてください、すぐに行かないでください、そういうふうにですね繰り返し案内がありました、まあ、お客さんがそれを完全に守っているかというとちょっとまだ意識が足りてないんじゃないかなと思うこともありましたが、私の座席の周辺の人たちなんかはね結構間隔を降りてゆっくりと降りてまして、じゃあそろそろ14番の席から後方の方もう前へ行って大丈夫ですよ、こういう風にですね案内があるんですけど、私の席周辺はこんな感じでいい感じの間隔が保たれてていいんじゃないかなと思いましたよ。飛行機はこれから速やかに東京羽田へ、間違えた、東京じゃないや、名古屋中部空港へ折り返すんだと思います。この日ちょうど同じ日にエアアジアジャパンでは中部空港発仙台行きのフライトも再開したそうです。その後せっかくですから中部空港から博多方面までのアクセスも簡単に皆さんにご覧に入れようと思います。飛行機を降りてからそんなに長くは歩かなかったですね。ちょっと歩いたらねこれ荷物出てきました、まあ、今回は私はタダで荷物も乗せていただいたんですけど、案件だったからか分かりませんがすごい早く出てきましたよ。その後すぐに地下鉄の福岡空港駅へ降ります。すぐ近くにあります。地下鉄に乗り換えて、そしてここからたったの5分だか7分だかそれくらいで博多の駅まで行けてしまいます。時刻はまだ朝の8時10分です。向こう出てくるのが早かったですからね、当然到着も早いんですけど、まだこんだけいろいろやって朝の8時か思いましたね。1日は始まったばかりです。名古屋から福岡行くんだったらもうなんか日帰りとかでも普通に行けちゃいそうですよね、ああいう時間だと。今後も利用の可能性が広がりそうです。それではどうもありがとうございました。